さて、やっとオーストラリアに、行くセットが決まりました。はい、ここで、皆さん、まあ、とりあえず五木選手がどういうスペック、どういうクラブを使っているのか、また、オーストラリアに持っていくのか、はい、これをちょっと今日は紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ持ってきてください。じゃあまずアイアンからいきましょうか。はい、アイアンセットはキャロウェイのシールヘッド XR プロ、はい、これを通常今まで入ってたのは5番から、9番ピッチングウェッジ、はい、入ってましたけども、今回いろいろアイアンをね、マッスルバックで練習したことによって、まあちょっと使うかどうか分かりませんが、3番や4番アイアンも、はい、そうですね、入れていくことにしました。ドライバーと3番ウッド5番ウッドは変わらずの、ドライバーは、はい、いきますか。はい、あ、細かいのはいつきの部屋でやるんですか。はい、そうです。スペックだけちょっとやっておきましょうか。スペックはこれはあのローグのね、はい、多分いつきの部屋でこうやって見せると思いますけど、ローグの、はい、9.0 度サブゼロですね、ローグサブゼロ、ね、でシャフトは、黒影の 60S です。で、44.5 にしてます。はい、で、ウッド系も、ローグの、これは、ローグのスター、はい、3番ウッドと5番ウッドを入れてます、はい、シャフトは黒影の 60S ですね。 60S やったっけ。 60S です。 60S ですね。違かったら私もびっくりします。クリークも、これが、あ、クリークは 70S なんですよ。クリークは 70S、はい、さあ今回大きく、ちょっと迷ってるというか、はい、いろいろあれするのが、このユーティリティどうするかということだったんですけども、はい、これ今まで、ユーティリティは、このローグのどっち使ってました？4と5と4です。4を使ってたんです、はい、一応4と5を持ってるんですけども、はい、ローグは、この、グラファイトデザインの HY75S という、カーボンのシャフトを使ってましたけれども、はい、なんとこうもうちょっといろいろコントロールしたいということで、なんと五木選手はこの、モーダスの 105S を装着した方の、はい、ローグの、ユーティリティを持っていくそうです、はい、ちょっとボールのコントロールも確かに、シャフトを変えただけで、やりやすいので、これ詳しくはあなた五木の部屋で、はい、見せてあげてください、はい、でウェッジは何本持っていきます？ウェッジはね、一応3本持っていくんですけど、場合によってはなんか50度抜いたりとかしようかなっていう。あ、そうですね、はい、あのフォース多かった四角になりますから、常にあのいつも何を選択するか決めて、でウェッジは50度、52度、58度、はい、ですね。ウェッジは52度、58度、はい、シャフトは何でしたっけ？シャフトは105、全部105ですね。で、このアイアンだけ、850の S です、はい、全部、基本的に S シャフトを使ってます、はい、で、マッスルバックアイアンは、またお休みとしばらく、はい、もうでも結構いい練習になりました、もう、はい、このセットを持っていきます。そして、はい、どういう取り合わせにするかは、はい、その時のコースの設定次第ということで、はい、じゃ あ今からちょっとショットの最終調整というか、はい、今ちょっとボクシングのこのね、こう踏み込んでジャブのこのタイミングでやってますんで、はい、まあ、それをちょっと最終チェックしながら、はい、私がちょっと五木選手のスイングをちょっと分析するようなところもね、はい、今回ご覧に入れたいと思います。それではいきましょう。さて、もう今年は、やっぱりこう大きいそのリアクション、大きい、動きでボールを捉えようというのではなくて、はい、本当に小さいタイミングで、ね、手とかそういうものは極力こう動きの、そのイメージを抑えて
ボールを、そうですね、というところをね、しっかりやっていく。ここからオーストラリアに行くまでは小さい動きを今までもちょっと練習してたので、練習、小さい動きをね、やっていけたらなと思う。こんな、これちょっと注目してもらいたいのは、この足の使い方ね。で、手とかクラブにやっぱりどうしても、目が行きやすいんですけど、手とかクラブを本当使ってないで、テイクバックのタイミングが失敗するともうミスの確率はもう半分以上になってしまいますから、はい、テイクバックのタイミング、でどうしてもミスになるか、ミスした瞬間にあこういう動きが悪かった、クラブの動きが何かこうだったって感じてまうんで、それを直そうとするともうその次からもうテイクバックおかしくなる。いくら失敗してもベストなタイミング、そうですね。水木選手のポイントはまず構えて、はい、動くときにこう動いてしまうのか、それとも下半身でほんま地面のこの辺にグッとこうジャブを、そう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 、はい、そうジャブを、はい、そうそうそう、そうすると手がこう動いたらクラブは自然に動きますからね。この動きを使っています。完璧です。だからプレイヤーの頭の中にクラブを上げたっていうあのイメージがもうないので、そのままパーンと打っていくんですね。いいです。これ何番ですか？7です。アホですね。いやでもあれでほんまにマッスルバックで練習してこれに行ったらもうなんていうの、広い広い。そうですね、うん、これでも皆さんいいですよ、うん、でアドバイスがあるとしたら、やっぱりこうアマチュアの人はやっぱり全部ラウンド行くときは 本戦なんですけども、やっぱりちょっとこうあの実験してみようとかね、そういうラウンドを、まあ、3回行ったら1回ぐらい、作ってもいいかなと。ないとやっぱりそういうあの今 の, その優れた道具の良さがなかなか分からなかったりします。 OK、 なんかやっとねちょっとボールのコントロールの仕方がすごい、ね、あのね、分かってきたんですけど、マジ確率がいぐ低いんですよ、うん、はい、いいと思います。ちょっと3番アイアン、4番アイアンちょっと来るの楽しみですね。はい、楽しみです、うん、あの時に3番と4番アイアンの回ってみた動画とかもあるんですけど、3番がね、すごい使えたというか、3番422ヤード2オンしてましたからね、アイアンアイアンで。だから200個はきっちり飛んでたと思います、はい、使いやすかったです、結構だから。これもまっすぐバックやったらミスやけどな。そう、うん、いいでしょう。じゃあちょっとユーティリティ行ってみましょうか、はい、またちょっとほんまにユーティリティ105でね使うなんていうのもなかなか、 4?5?4 でも5でも44にした。ちょっと球数ちょっと皆さん見てください。長くなった時にやっぱり長いクラブをと思うからあれですけど、本当にこう話使ってじゃあこう踏み込んで、うん、楽ですね。これはでもちょっと打ち慣れる必要はあるけど、ちょっと打ち慣れましょう。でもコントロールめっちゃできる気がします、うん、簡単にこれで4番アイアン3番アイアンの飛距離が出たら、はい、これまた UTT もこれは便利ですね。はい、便利です。でもね、
3,4 も便利なところがやっぱりあって、うん、3,4 便利だよね。そんなに多分苦手意識がないから全くないですね。だって初めた時から4番アイアン打ってましたからね。そうなんですよ、4番アイアンがクラブ入ってましたもん。ほんで新しくクラブを、使うときはもう、まあ、もちろんフィッティングしたりとかして合わせたりするんですけども、初めのうちはもうクラブのシャフトもピンピンですから、もう球が曲がろうが何しようがもう自分のタイミングを壊さないでとにかく打つと、いうことだけでいいと。少々右に行って左に行っても構わないです。しっかり高さも、ちょっと出てきたんで、はい、打ってください。はい、どんどん打ってください。もう鳴らし運転です、鳴らし運転。